この方です。そうです、ザ・フーの皆さんです。さあ続けてご紹介しましょう。そうです、やはりイギリスはロンドンからやってまいりました。この方クイーンのブライアン・メイ先生です。どうぞ。せーの、続きましてビートルズのジョージ・ハリスン先生でした。さあ続きまして、そうです、ヘビーメタルの王者、この方リッチー・ブラックマン先生、ご紹介しましょう。サバミソニーオッケーオッケー、ラビショナサバラビショナ、リッチ・ブラックマン先生でした。しかしこのリッチ・ブラックマン先生、このスタイル、この技術を獲得するまでにいろんな勉強をしました。その勉強の一端を皆様と一緒に覗いてみたいと思います。リッチ・ブラックが一番影響されたもの、今日は舌が滞ってますね。そうです、それは日本のフォークソングでした。今日はありがとう。いつも地方ばっかだからテレビスタジオなんて上がっちゃいます。じゃあ聞いてください、愛のスモークオンザウォーター僕はスモークオンザウォーター、君はファイアインザスカイ、二人スモークオンザウォーター、でもファイアインザスカイ、手紙読んでくれますか、ほら君の好きな便箋です、一人の僕は
ありがとう。さあ、4人目を組んでみましょう。そうです、ご紹介しましょう。おにゃんこクラブの皆さんです。どうぞ。国の木下でした。さあみんな集まったですか？集まりました。まあ一人ぐらい抜けても分かんないんですけどもね。分かりました。また全員集まんなくてもいいのよ。ほらやっぱり一人いないじゃない。あれ、スケちゃんがいないぞ。スケちゃんよ。スケちゃんがいない。みんなでスケちゃん呼んでみよう。せーの、スケちゃん。ずっとそのまま滞在しております。アメリカからやってまいりましたこの方、スティービー・ワンダー先生です。はい、スティービー。デュアイデン、ワッツユンデー、When I do my love to you、 とても愛してる、とても愛してる。 I just got to say I love you。 俺たちのワットの裏ガイドを歩く土星なんだぞ。